エリオン・ナイトン選手の速さの秘密に迫ろう。どうも、こんにちは、カースです。今、男子 200m で世界でですね、最も注目の高い選手、エリオン・ナイトン選手。2022年オレゴン世界選手権においてもですね、その才能をですね、遺憾なく発揮してきましたよね。今、若干18歳にしてですね、20歳以下の世界記録保持者でもあり、これは従来ですね、ボルト選手が持っていた記録を抜いてのですね、世界記録更新ということで、今後のですね、本当の世界記録19秒19、そういったところもですね、狙っていけるようなですね、ビッグスプリンターですよね。今回ね、世界選手権の走り皆さん見ていただいてですね、その走り方などですね、研究もされたと思うんですけども、その長い手足を駆使したですね、抜群のトップスピードが売りですよね。今日はナイトン選手のですね、走りの秘密に迫ってですね、皆さんの練習の現場にそのスキル、高い技術を落とし込むようなトレーニングの方法をですね、解説をしていきたいと思います。なので、ナイトン選手のように高いトップスピードを発揮していきたいよ。それから、ナイトン選手と同世代でこれから先もっともっと活躍していきたいよ。200メートルを速くしていきたいよという方は、ぜひね、最後までご覧いただいて参考にしてもらえばと思います。僕のチャンネル内では陸上競技に関する速く走るための方法や理論、考え方などをですね、他にもたっぷり紹介していますので、チャンネル登録していただいて、この後でね、別の動画もぜひチェックしてみてください。では、早速やっていきましょう。はい、それではですね、エリオン・ナイトン選手についてですね、もう少しだけ詳しく見ていきたいと思います。はい、2004年生まれの18歳の選手ですね。身長191センチ、77キロとですね、皆さんね、レース見られた方ならね、その体型、すごい大きいなとか、他のね、アメリカ人選手に比べればですね、スリムな体型をしているなとね、思ったんじゃないでしょうか。まだね、10代ということもありまして、今後ですね、フィジカル面は整ってくるかと思うんですけども、すでにですね、190センチを超えたですね、恵まれた体型をしていますよね。100メートルは現時点でですね、10秒04。で、200メートルはアンダー20のですね、世界記録である19秒49ですね。この記録は同時にですね、世界歴代4位の記録でもあります。つまり、もうナイトン選手より早く走った選手は歴代にあと3人しかいないということですね。で、実はですね、高校入学時はですね、フットボールのエリートの選手としてですね、入学をしていきました。で、そこからですね、フットボール部の顧問の先生がですね、ナイトン選手のスプリントの才能に気づいて、話によると、顧問の先生はなんと陸上部の顧問の先生もですね、合わせてやっていたみたいなので、陸上部の方にですね、勧誘をしまして、フットボールと陸上をですね、並行してやってきたっていうね、経歴の持ち主です。後で解説していきますけども、このフットボールの経験というところもですね、しっかりとスプリント技術にですね、活かされていると思います。で、17歳ですね、もうこの時点で19秒88。これ当時のアンダー20の世界記録であります。これ昨年出した記録ですよね。ということで、昨年の東京オリンピックもですね、200メートルはもちろん出場していてですね、決勝で4番に入る活躍を見せています。そして満を持して今年はですね、さらにその記録を更新して19秒4台まで入ってきた。今後ですね、ボルト選手の持つ世界記録にですね、いかに迫っていけるかっていうのもね、注目の選手ですよね。なのでね、僕のチャンネル見ていただいている方で一番多い年代がですね、18歳から23歳ぐらいの、高校、大学生あたりかなと思うんですけども、同世代の方ね、かなりいっぱいいると思います。その同世代の選手がですね、世界一、そこでね、戦っているっていうのもね、すごい刺激になりますし、その走りをですね、まだ体が未完成な状態でも組み込むことのできるようなね、走りの技術持ってますので、そのあたりね、詳しく紹介していきたいと思います。はい、それではですね、ナイトン選手の走り、ここのすごいところですね、これを5つポイントを絞ってみましたので、紹介していきたいと思います。で、後ほどですね、そのナイトン選手の走りを皆さんのですね、トレーニングの現場に落とし込んでいくようなですね、方法もですね、紹介していきます。まずポイント1つ目ですけども、驚異的な後方スイングスピードですね。まずですね、後方スイングスピードというとね、何かなと言いますと、以前ですね、僕こちらのね、動画で紹介している技術でして、皆さんね、地面にね、足がね、接地すると思います。で、そこからですね、自分の接地した足は自分の体の後ろですね、後方に向かって素早くスイングされていきますよね。このスイングのスピードが速ければ速いほど、相対的に見るとですね、重心が前に素早く進んでいるということですね。つまり、後方スイングスピードが速ければ速いほど、トップスピードが速いと言えるわけですね。なので、短距離選手の目的としては、この後方スイングスピードを引き上げていく。これがですね、最大限の目的かなと思います。で、これ特にですね、週1に現れてくるのは、200メートル中80メーター地点ぐらいからですね、二次加速をしてトップスピードに持っていくあたり。ここで前に振り出した足をですね、後方に向かって素早くスイングしていくのがわかりますよね。で、これね、視点を変えてみると、もちろんね、自分の重心がですね、素早く前に進んでいるんですけども、地面が後ろの方向に早く流れていると見えることもできますよね。そう見た時にですね、このナイトン選手の後方スイングスピードの速さが際立ちます。自分の重心が前に素早く進むということは、相対的に地面は後ろ方向に素早く流れます。この素早く流れるスピードよりも早く後方スイングスピードをすることで、さらに自分に加速、スピードを加えることができますよね。直線に出てからの強みというのも、ここがですね、当てはまるかなと思いますので、ナイトン選手の後方スイングスピード、改めてね、概要欄にレースのリンクも貼っておきますので見てみてください。もちろんね、これを引き上げていくトレーニングの方法は後ほど紹介していきます。はい、それからポイント2つ目はですね、長い足を使った重心の移動ですね。これはですね、実際にウサイン・ボルト選手にも当てはまるんですけども、皆さん設置時間というのはですね、よくね、短くしなさいとか、地面すぐ離しなさいと言われると思います。これ正確に言うとですね、トップスピードが上がれば上がるほどですね、地面は長くついていられなくなります。なので結果的に設置時間短くなってくるわけですね。ただしですね、自分をもっと加速させたいと思うとですね、例えばスピードを乗せていく加速局面のようにですね、地面をしっかりと設置時間長くしてですね、加速をしていくってことが求められますよね。ただし、先ほども言った通りですね、トップスピードになってくると、地面が後ろの方向に流れますよね。それに対して長く設置をしていると、その流れている地面に対して足が持ってかれます。そうすると足が流れてしまう。流れてしまうと前に足をリードしてくるのが遅くなってしまう。結果的にどんどんピッチがダウンしてですね、トップスピードを向上させる妨げになるわけですよね。で、これがですね、実は足の長い選手だと、自分の重心地と接地点ですね、ここにかなりの距離がありますよね。つまり地面についてから自分の重心がその真上を移動して地面を離れるまで、足の短い選手と比較してですね、時間が稼げるわけですよね。つまり、日本人選手のようなですね、170センチ、170センチ後半かな、それぐらいの選手と比較してもですね、地面についている時間は若干長いかなと思います。ただし、その分、効率的にですね、重心を前に進められる時間を確保することができるということですね。ここがですね、足の長い選手、身長の高い選手のですね、強さの秘訣、ポイントかなと思います。ただし、やはりですね、これ、身長高すぎてもですね、結局、後ろの方向に送られた足を前方向に持ってくるコントロールはしづらくなってきますので、せいぜいですね、190後半、ボルト選手の196センチぐらいがですね、限界かなと言われていますよね。次、ポイント3つ目はですね、先ほどの2つ目と関わってくるんですけども、地面に大きな圧力を加えるシザースのスピードですね。地面についている瞬間ね、もちろん自分の重心が前に移動していくわけなんですけども、それと合わせて前方向に移動するものはですね、誘脚、つまり空中に浮いている方の足ですよね。これの前へのリードがめちゃめちゃ速いんですね。つまり軸足で地面を支持している間に、後ろの方向からまるで振り子のように前方向に向かってですね、足がスイングされていくのがわかるかなと思います。この振り子の原理を利用してですね、軸足に対してかなり大きな圧力、パワーを加えることができます。大きな力を軸足に対して加えることができれば、その分地面から大きな力が返ってくると。これが推進力のね、源になるわけですよね。つまり先ほどのですね、後方スイングスピード。後ろの方向へのスイングももちろん速いんですけども、それと相対するようにですね、逆足ですね、浮いている方の足の前方向へのスイングのスピード。これもめちゃめちゃ速くてですね、結果的に地面に対して大きな圧力を加えられているということですね。以前ですね、僕こちらの動画でですね、そのスイングに関する話もね、させていただいていますので、そのね、トレーニング方法などもね、詳しく解説してますので、この後ね、ぜひ見てください。なので、もちろんね、地面に対して大きな力を加えるにあたってですね、足首の強靭なパワーとか、バネの能力、それから臀部、内転筋といった姿勢を安定させるような力ももちろん大事なんですけども、空中の足のですね、前へのリカバリーのスピード、回復のスピードを引き上げることによって、結果的にですね、この出力を補うことができる。そして推進力を生み出すことができるというわけですね。はい、ポイント4つ目はですね、高く上がった足を真下にドンですね。これどういうことかというと、先ほどの後ろから前に持ってくるスイングのスピードですね。このスピードが速ければ速いほど、結果的に膝は高く上がって見えますよね。よくですね、もも上げをしなさいとか、膝を高く上げようと言われるかなと思うんですけども、これはですね、結果的にですね、スイングのスピードが速ければ、膝は高く上がって見えます。で、ナイトン選手の場合、この上がった膝をですね、余分にパカンと開くことなく、この状態で真下にポンと落とします。つまり、スイングのスピードをそのまま活かして前方向に膝を大きくリードしたら、そこから真下に向かってポンと落とすだけという動作ですね。余分に膝の下が開いて遠くにつこうとしたり、地面を引っかいたり、そういった動作が全く見られません。前に出た足をボトンボトンボトンと落としていくと。特に直線に出てからですね、よくね、飯塚翔太選手なども言ってますけども、とにかくリズムを落とさないことが大事ですと。リズムを落とす要因としては、例えばこの膝下が開いて遠くにつこうとする。逆に、後ろの方向に足が流れる。こういったことが要因に挙げられるわけなんですけども、この動作をキャンセルするためには、とにかく前に出た足を真下に向かってですね、ボトンと落としていくと。これを繰り返していくというわけですね。なので、もう直線に出るまでにはね、かなり高いトップスピードを獲得しているわけなので、あとはそれをいかにキープしていくか、惰性で走っていくかというところですよね。この自分の真下に向かってボトンボトンボトンと落としていくよ、そういった技術がですね、非常に際立って見えるかなと思います。で、これを実現させていくには高い足のスティフネスというのも大事です。スティフネスというのは足をね、例えばバネのように例えた時にですね、そのバネの硬さのことを言いますね。スティフネスが高いということは硬いバネを持っているということです。逆にスティフネスが低いということはバネ自体は柔らかいということですね。で、スプリンターはですね、硬いバネを持っている方が、もちろんですね、地面から効率よく力をもらえることができます。そして前の推進力を得ることができますので、高いね、スティフネスをね、実現させていくっていうのもね、重要になってきますよね。なので、前方向に引き出した足をボトンと落としていくんですけども、プラス高いね、足のスティフネス、これを獲得していく必要もあります。スティフネスに関してもこちらの動画でね、紹介していますので、まだね、チェックしていない方はこの後チェックしてみてください。それからポイント5つ目は身体操作性ですね。つまり、ボディハンドリング能力ですね。これね、どういうことかというと、特にですね、コーナリングに現れるんですけども、左右の足の軌道がですね、若干異なります。これは本人狙ってやっているのか、それともですね、無意識下で出る動きなのかはわかりませんけども、このようにね、力をかける方向によっての体の使い方、コントロールというのが非常に優れているかなと思います。これはやはりですね、フットボールのエリート選手だったというところがね、このボディハンドリング能力に現れているかなと思います。陸上競技の練習をしていると、やはりですね、こういったタータンで、直線的に走る練習とか、ほぼですね、方向転換はしないわけですよね。で、基本的にクローズドスキル、つまり、走っている上ではですね、接触プレーなどもなくですね、相手に左右されない技術が求められるわけですね。それに対してフットボールというのはもちろん相手がいます。そして味方の動きもありますよね。これオープンスキルと言いますけども、その中で培われた体を自由自在に状況に合わせてコントロールするという能力。これがね、コーナリングに現れているかなと思います。以前ですね、僕はこちらの動画でクロストレーニング、つまり陸上競技プラス他の競技をね、やっていきましょうというね、話もね、させてもらったんですけども、アメリカではやはりフットボールと陸上、それからバスケと陸上などね、組み合わせてね、行く方が多いかなと思うんですけども、ここがですね、将来的な能力の向上にね、繋がっているかなと思います。やはりね、フットボールをね、やっていたというのもあってですね、何本も全力で走る。つまり、動き続けられる能力もね、非常に長けているかなと思いますので、200メートル走り切るに関してもですね、ずーっとですね、同じようなリズムを刻んでいくことができるのも特徴ですよね。はい、というわけで、ナイトン選手のですね、走りの特徴についてですね、解説をしてきましたけども、ここからはですね、具体的なトレーニングの方法についてですね、お話をしていきたいと思います。ナイトン選手の走りに近づいていくためには、解説した通りですね、後方のスイングスピードをまず引き上げていくということ。それから後ろに送られた足だけではなくてですね、有力のスピードもですね、引き上げていくということですね。このあたりのスキルを獲得してくるのがメインになってくると思いますので、具体的なね、トレーニングの方法を見ていきたいと思います。今日はね、10個紹介していきますね。まず一つ目はですね、片足のスクワットをやっていきたいと思います。これはですね、ボディハンドリング能力、つまり体をですね、自由自在に自分の思った通りに動かすことができるかな、そこにね、アプローチしていく方法ですね。で、片足の指示というのはですね、やはり走るにあたってとっても重要ですよね。速く走るということは、片方の足でね、ジャンプを連続でしていくと同じことなので、着地の瞬間にしっかりと衝撃を受け止めることができる。片足で立つことができるかなっていうのがね、ポイントになってきますよね。皆さんその場でですね、片足で立ってください。で、この時に足の裏の母子球、小子球、あとかかと3点のポイントが地面から離れないようにしていきましょう。つまり足裏の感覚もね、ちょっと研ぎ澄ませてやってもらいたいですね。この状態で、今僕右足で立っていますので、右手で地面を触っていきます。まずはですね、自分の右前をタッチします。そして元に戻ります。次は左前をタッチします。そして元に戻ります。次は右の後ろをタッチします。そして元に戻ります。次は左後ろをタッチします。そして元に戻ります。もちろんね、バランス能力もそうですけども、今ね、回旋動作ですね、ひねるような動きも加えながらですね、片足支持の能力をアップさせる方法を紹介させてもらいました。まあこれね、家の中でもできるようなバランスのトレーニングになってきます。特にですね、僕みたいにアキレス腱に痛みがあるとか、他にね、腱の痛みがあるという場合ですね、アライメントですね、しっかりとまっすぐ地面を捉えることができない。足の裏が例えば小子宮側に逃げてしまうと。そういったね、動きのエラー考えられるかなと思いますので、まずはね、止まった状態でしっかりとバランス能力、足裏全部ついた状態でですね、片足のスクワットができるか、そこにね、注目してしっかりとね、トレーニングをしていきたいと思います。はい、それから2つ目のトレーニングですけども、スイングスキップをやっていきましょう。これですね、後方スイングスピードを引き上げていくドリルの一つです。スキップのリズムでですね、まず皆さんスタートしてください。この状態からですね、まず片方の足を高く上げます。そこから後ろの方向に向かって素早くスイングをしていきましょう。で、このスイングのスピードが速ければ速いほどですね、地面について体がね、前に送られるスピードが速くなってきます。これをまず片足ずつやってみてください。で、うまくできたらですね、両足連続でやっていくわけですね。なんでスキップのリズムで普通にね、前に進んでいくんですけども、準備の段階、上げる足を高くしていくと。で、高いところから素早く振り下ろしてくるよというところですね。で、ポイントとしては、やはり体に近い位置に足を設置していくというのが重要になってきます。スキップのこのスイングをですね、仮に体がね、遠い位置に設置したとしてもですね、ここから先スイングのスピードを引き上げるのは難しくなってきますよね。まず設置の瞬間に体に近い位置に落としていくことができるかっていうのがね、一番重要なポイントになってきますね。で、もちろん姿勢のキープも重要です。背中が丸まってしまったりとか、逆に反り腰になってしまったりするとですね、地面についた瞬間にですね、大きな力をですね、加えることができなくなってきますので、姿勢のキープ、それから体の近い位置に足を落としていくよう、ここにね、ポイントを持ってやってみてください。はい、それから3つ目のドリルの方法ですけども、スイングダウンステップですね。これ先ほどのスイングスキップと同じような目的でやっていくドリルなんですけども、ちょっとね、リズムが難しくなってきますので、僕のね、見本見ながらですね、皆さん真似してやってみてください。片方の足をね、高く上げた状態が準備の段階ですね。ここから先ほどのね、スイングスキップと同じように、自分の体に近い位置に対してですね、強く振り下ろしてきます。この振り下ろし動作が強ければ強いほど、地面についてね、相対的に自分の重心を移動させるスピードも引き上がってきますよね。で、少しですね、動作に反動も加える形なステップなので、まあ、このね、反動もね、うまく使いながらですね、後方のスイングスピードをね、引き上げてもらいたいなと思います。で、先ほどのね、スイングスキップにも関わってくるんですけども、力をかけるのは地面につく一瞬だけにしましょう。仮にですね、地面についてからもう少しね、スイングのスピードを引き上げたいからといって、後ろの方向にね、ぐーっとね、押し出してしまいますと、地面をね、蹴りすぎてしまいます。こうするとですね、蹴った足を前に持ってくるのが遅れてしまいますよね。つまり足が流れているよという状態にね、繋がったりもしますので、地面に力を加えるのは設置の一瞬だけ、そこにね、フォーカスしてトレーニングね、やってもらいたいなと思います。はい、次4つ目のドリルですけども、ストレートレッグをやっていきましょう。ストレートレッグなので、膝の関節をね、伸ばした状態で足をですね、前に出しながら進んでいくようなドリルの方向になってきます。これもですね、やはり後方スイングスピードをね、引き上げていくドリルになってまして、アメリカ代表もね、よくね、やっているような練習の方法ですよね。プラス、膝関節が使えない状態にしてあるので、股関節の動きですね。特に着地の瞬間に大きな力を発揮できないとか、どうしてもね、足先が先行してね、動いてしまうような方にもおすすめのドリルになってます。膝を伸ばした状態でですね、股関節を曲げた状態から素早くね、伸展させてきてですね、で、地面につく瞬間に足が一本の軸ですね、棒になったつもりで、しっかりと地面を捉えていきましょう。やはりこの勢いがあればあるほど、重心が相対的に前にポーンとね、送り出されることができますね。で、皆さんね、この足の引き出し方をコントロールしてほしいんですけども、例えばね、前にポンポンポンと振り出すのを意識してしてみる。それからちょっと意識を変えてみて、後ろ方向にスイングしてくる。つまり地面を押すところを意識してみる。どっちの方がね、感覚がいいかね、皆さん確かめながらね、やってみてください。どちらの動きにしろですね、しっかりと地面を押すことができるんですけども、ちょっとね、足の出たところに対して自分を進めていくよと、そんな感覚がいい人は前方向にね、振り出してくるところにね、アクセントを持ってもらうといいですし、しっかりと地面を押していくような感覚、体の後面ですね、お尻などの筋肉を意識したい方はですね、後ろにスイングしていく、押してくる方にですね、アクセントを加えてもらうといいかなと思います。なので合わせてですね、腕ですね、後ろに押していきたい場合は振り下ろし動作を、そして前に出していきたい場合は振り上げ動作ですね。そっちにアクセントを持ってもらってですね、腕でコントロールしていくというのもおすすめです。まあ、ちょっとね、高度なテクニックになっていますけども、例えばストレートレッグをですね、10歩ほどやってからスプリント動作にね、徐々に切り替えてみるとかね、後方のスイングスピードを高めた状態でスプリントね、してあげる。こういったね、切り替えのドリルもですね、おすすめなので、ぜひやってみてください。はい、次、5つ目のドリルですけども、次はね、スレッドを引いた形のスピードバーニングをやってみましょう。スレッドというのはね、重りのことですね。皆さん、タイヤ、もしくは専用のね、スレッド、ソリですね。このあたりがあるとベストです。まあもちろんね、ちょっと、そういった道具用意できない場合はね、スピードバウンディングやってもらうだけでもね、効果はあると思います。スピードバウンディングは、バウンディングの中でもですね、よりね、水平方向に進むことに特化したドリルの方法になってきます。で、これね、もちろん、後ろにですね、しっかりと地面を押していく、そんな感覚も獲得できるんですけども、プラスして後ろ方向に送られた足を素早く前に持ってくる動作ですね。このスイングスピードも引き上げることができるドリルになってます。なので、足の動きを無駄にね、くる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 巻いてくるのではなくてですね、膝をなるべく直線的に動かしてあげるとですね、より効率的に足をね、素早く前方向にスイングすることができるかなと思います。なので、イメージとしてですね、膝で目の前のですね、まあ、障子とか襖があるとして、それをね、突き破っていくようなイメージ。これをね、できるだけ素早くやっていくわけですね。で、スレッドを後ろに引いているわけなので、力がより水平方向、前方向にかかりやすくなってきます。スレッドの重さ自体はですね、軽いもので OK です。皆さんの体重の 5% から重くて 10%。ちょっと 10% だとうまく引っ張れないかもしれませんけども、まあ、5% ぐらいでいいかなと思いますので、重りね、引きながらやることでですね、地面に対してこうしっかりと捉えていくよと、強い接地もね、生むことができますし、自然とですね、接地のポイントですね、例えば遠くに着いたとして、そこに対してね、乗り込み動作が遅れてしまうとですね、スレッドに対してね、負けてしまうので、うまく進むことができませんよね。なので自然な形で真下接地ですね。自分の重心の真下ぐらいについていくよ。体に近い位置についていきますよっていう動作も獲得しやすいのも特徴ですね。なのでスピードバウンディングに限らずですね、軽いスレッドを引っ張りながらですね、走ってみるとか、スキップしてみるとか、もも上げ動作を入れてあげるとかですね、加えてあげることで、よりですね、水平方向に重心を移動させていくような感覚ですとか、地面に対して大きな力を加えるような感覚。そのあたりもね、ゲットできるのでやってみてください。はい。6個目のドリルになってきますけども、2ステップのニーアップ動作から、スプリント動作に切り替えていきたいと思います。ニーアップなので、もも上げの動作ですね。で、2ステップのドリルになってきますので、1、2、1で素早く足を切り替えていくようなドリルですね。皆さんもやったことがあると思います。で、これのポイントとしてはですね、高く引き上がった膝の位置に対して自分の腰がトントン進んでいくと。このタイミングを遅れないようにするということと、反対の足ですね、上がってくる方の足を素早く切り替えて、この捌きのリズムをね、しっかりと出していきましょうねという目的があります。この動作からですね、徐々に前に進みながら、2ステップのニーアップ、それからニーアップ動作に切り替える、そこからスプリントに切り替えると、段階的にですね、走るに移行していってもらいたいかなと思います。なので、単純に走るだけでは獲得しづらいですね、この捌きのスピード、それから、膝が出たところに対して自分の腰を乗せていく。つまり真下に振り下ろしてくる。接地していく。こんなスキルもですね、獲得しながらですね、スプリントに切り替えていくことで、より洗練されたね、走りにつながってくるかなと思いますので、ちょっとね、難しくはありますけども、ドリルからスプリントにうまく切り替えてあげるというのがね、効果的かなと思います。なので注意としまして、今言ったようにですね、段階的にしっかりとやっていきましょうと。いうことがポイントですね。走りたいからといって、急にね、ダッシュの姿勢になって、前傾姿勢をかけてしまってみたりとか、あとね、2ステップのニーアップからニーアップに切り替えて、そこからスプリントに切り替えるにあたってですね、せっかくまっすぐの姿勢や軸ができていたのに、スプリントになった瞬間にそれが潰れてしまうとか、そういったことがね、ないように段階的にね、やってもらうのがね、重要かなと思います。はい、7つ目のドリルですけども、これはホッピングをやってみましょう。ホッピングはね、単純に言うとケンケンですね。これをですね、なるべく一歩で遠くに行くようなドリルになってくるんです。けども、もちろんね、ケンケン動作になってくるので、まあ、単純に右左と走っていく、それからバウンディングしていくと違ってですね、同じ足、右接地をしていくわけなので、よりですね、強い衝撃とか、あと接地の瞬間に潰れない動作っていうのがね、求められますよね。一方でしっかりと遠くに行けるホッピング、そしてそれが連続動作でできるかどうかっていうのをね、やってみてください。例えばね、20メートルをホッピングで10歩かからないように行ってみようとか、ちゃんとね、目標値決めてやってみるといいかなと思います。で、それがうまくできたらですね、次はより水平方向にかつスピードがあるホッピングをやってもらいたいです。つまり県でね、例えば仲間と一緒に競争してみるとか、タイムを測ってみるとか、もちろん一歩で遠くに行くんだけども、早くケンケンをしてあげる、ホッピングをしてあげる、そういったね、ドリルをやってください。ここで求められてくるのは、軸足もそうなんですけども、浮いている方の足の役割ですね。浮いている方の足が地面にね、ついた時のこの位置ですね。プラス、浮いている方の足のスイング動作もうまく使ってですね、そのタイミングを接地と合わせることで、よりですね、素早くかつ遠くにですね、ホッピングすることができるようになるかなと思います。なのでね、皆さんね、試行錯誤しながらですね、早くホッピングするためには、空中にある方の足をどうやって使っていけるのがいいかなっていうのをね、考えながらやってみてください。はい。8個目のトレーニングの方法はですね、コンビネーションジャンプですね。これまたジャンプトレーニングなんです。これまたね、ジャンプトレーニングなんですけども、ホッピングとバウンディングを組み合わせたコンビネーションですね。このジャンプのトレーニングをやっていきましょう。先ほどホッピングはやりましたね。バウンディングはですね、右左と、一歩ずつね、なるべく遠くまでね、行きましょうね、というね、トレーニングの方法になってきます。で、イメージしてほしいのは三段跳びの選手のようにですね、ダイナミックに股関節を前後に開くような動作ですね。このあたりをイメージしてみてください。で、ホッピングとバウンディングを組み合わせていくわけなので、右ホッピング、左ホッピング、右バウンディング、左バウンディング、また右ホッピングと、この繰り返しをね、やっていくわけですね。なので、2種類のジャンプの切り替えのところにですね、すごい獲得したい技術のね、ポイントがありまして、特にですね、ホッピングからバウンディングに切り替えるところ、つまり、右足の連続接地、左足の連続接地、次右左とね、足が変わっていくわけですよね。そこのポイントでですね、ぐーっと前に乗り込むような動作をね、獲得することができます。なので、ホッピングからバウンディングに切り替えるところで、しっかりと距離を稼いであげる、そんなね、イメージでね、やってみてください。僕ね、高校生時代からですね、このコンビネーションジャンプ、それからさっき紹介したホッピング、そしてバウンディングとね、この3つのトレーニングはですね、走った練習のね、後にね、しっかりと取り入れて、やり込んできたトレーニングの一つになってます。でありね、地面に対して圧を高めるということ、そしてスイング足の使い方、あとは姿勢のキープ、いろんなね、要素をですね、身につけることができるのがね、やはりこういったプライオメトリックストレーニング、ジャンプのトレーニングかなと思いますので、ちょっとね、苦手でね、こういった練習避けているよという方はね、必ず取り入れてみてください。次、9つ目のトレーニングですけども、これミニハードル走をやっていきましょう。これもですね、陸上競技に関してはですね、オーソドックスなトレーニングの方法ですよね。で、通常ですね、僕も紹介している通りですね、ミニハードル走っていうのは自分のストライドよりもやや狭い形でね、行うのがですね、一般的かなと思うんですけども、ここでですね、ほぼ自分のストライドと同じ、もしくはですね、ちょっと広めで設定していきたいと思います。で、しっかりとね、助走を取ります。20メートル助走を取って、で、その後ね、自分のストライドと同じぐらいのね、インターバルに設定したミニハードルを5台から10台並べてみてください。で、そこをね、駆け抜けていくわけなんですけども、もちろんね、ミニハードルがあるので、それをね、倒したくないので、着地の瞬間にね、しっかりと次のね、足が引き上がってきますよね。この高さをまず出していきたいです。で、プラスポイントとしてはですね、ハードルのすぐそばにアルミ缶が置いてあってですね、それを上からぐしゃんと潰すようなイメージ。それを、まあ、ハードル並べた分ですね、5台なら5個、10台なら10個ね、空き缶をね、上からクシャクシャクシャと潰していくようなイメージでですね、強い接地を真上から自分の重心の真下に戻していくようなね、感覚を掴みながらね、やってもらいたいなと思います。なので、ここまでやってきた後方スイングスピード、このあたりがね、引き上がってくればですね、自然に足は高く上がります。で、ナイトン選手の走りでも説明したように、高く上がった足をただね、自分の真下に落としてくるだけ、どんどんどんとね、落としてくるだけ。そんなイメージをね、このミニハードル走でね、ぜひ掴んできてもらいたいので、よりですね、実践的なスプリントの練習になってくるかなと思うんですけども、まあ、ここまでのね、まとめとしてぜひやってみてください。はい、最後10個目のトレーニングですね。トーイングですね。これちょっと専門の器具が必要になってきますけども、いわゆる牽引走になります。以前ね、こちらの動画でアシステッドトレーニングとも紹介させてもらいましたけど、つまり自分のスピード以上のものをですね、物や、あと走る走路をね、変えてですね、引き出していくというね、トレーニングの方法の一つです。で、トーイングになってきますので、専門の器具としてはですね、自分の腰あたりにゴムのチューブをつけて、で、前の人に引っ張ってもらうというね、トレーニングの方法ですね。なので、トップスピードをですね、自分の持っているものよりも、さらに一段階引き上げるようなトレーニングの方法になってきます。で、やはり自分の持っているスピードよりも高いものがね、引き出されてきますので、どうしてもですね、オーバーストライドになりがちです。つまり、ストライドだけ広がってしまってですね、結果ですね、スピードが上がっていないという状況になりがちですね。なので、これを避けていくために、しっかりと足をくるくるくると回転させてですね、ピッチアップをね、してもらいたいなと思います。で、自然にね、自分のね、重心が前に進んでいきますので、余分に地面を蹴る必要がないですよね。まるで体の前だけでですね、足をくるくるくるとね、さばいているようなイメージですね。右と左の足を入れ替えているようなイメージ。そんなイメージだけでも、うまくね、前に進めることができるかなと思います。なので、結果的に地面についている時間は短くなり、しっかりとね、トップスピードを向上させることができるわけですよね。注意してほしいのはやはり怪我ですね。自分の持っている以上のものを引き出していこうというね、トレーニングの方向になってきますので、肉離れ等のですね、怪我には注意しながらやってみてください。なのでね、調子の良い時、疲れが溜まっていない時、それから選手としてややですね、少しレベルの高い選手がやった方がいいかなとも思っています。で、あと、生徒同士、子供同士だけではなくてですね、しっかりとコーチの方が見ながらやってあげると。そのあたりも重要になってきますので、守りながらね、やってみてください。で、トーイングのね、道具ない場合はですね、下り坂を走るでも同じようなアシステッドトレーニングの効果がね、期待できるかなと思うんですけども、下り坂の場合はですね、どちらかというと、ストライドの向上、そこをね、狙っていくようなトレーニングの方法ですね。なので自分のね、能力や走りの課題に合わせてですね、ピッチをもうちょっと上げたいよって場合はトーイングをチョイスしてもらってもいいですし、もう少しね、ストライドを一歩でね、伸ばしていきたいっていう場合はですね、下り坂をチョイスしてもらってもいいかなと思います。下り坂の場合は 3% から 5% ですね。これぐらいの緩やかな傾斜を選んでください。それ以上ありすぎるとですね、もうブレーキ動作かかってしまってですね、逆効果になりますので、緩やかな下り坂をチョイスしてください。はい、というわけでですね、具体的なナイトン選手の走りにね、近づけていくためのですね、トレーニングの方法もですね、紹介させてもらいました。まあ、本人がね、やっているかどうかは不明ですけども、よりですね、日本人の体型に合わせた形で、僕も実際やってみたことがあってですね、効果が強いと感じたものだけチョイスしていますので、まあ、皆さんもね、ぜひやってもらってですね、感覚の良いものもですね、採用してもらうといいかなと思います。ナイトン選手ね、まだ18歳で、世界のもうトップレベルにいるわけなんですけども、まあ、冒頭にも言った通りですね、今後、ボルト選手の世界記録を破るような記録で走ることができるのか、それからもしくは別の種目ですね、100メートル走は今後ですね、9秒真ん中で走るような能力を獲得することができるのか、まあ、お世辞にもちょっとスタートダッシュはね、今のところ早くはないので、そのあたり改善してくるとですね、すごい驚異的なね、タイムを叩き出す可能性もありますよね。もしくは逆に距離を伸ばしてみると。400メートル走をやってみてですね、それこそ高いトップスピードを活かしたような走りをですね、一周かけてやって、またこれも世界記録を狙っていくことができるのか、今後のね、成長とっても楽しみですよね。で、見ていただいている中でもね、同世代の方いるかなと思いますので、ナイトン選手と共にしっかりと成長してもらってですね、今後、ワンランク上のね、大会にね、活躍できるような選手にね、なってもらいたいなと思います。それではまた、動画のリクエストやですね、質問などは、どしどしお待ちしておりますので、コメント欄にね、じゃんじゃん書き込んでください。ではまた。